さあ本日10月の21日東京出発しまして、今から東北岩手出発しました。今の大丈夫なんで？いや東北出発しました。東北岩手出発しました。岩手ゴー。今回の運転はなんて言うんだっけ。いやなんか運転手ドライバー、運転手って言ったら失礼かなと思って。いやいいんじゃない。別にいいか、ちゃんと演奏もするし。そう、運転手兼ちゃ、今回はカッキーが運転してくれてます。安全運転で行かせていただきます。そう、今はよだれだこです。まだ今からね、あのギターの翔くんをピックアップしに。そう、もうね、前日まで仕事入って売れっ子ですな、青木先生は。なのでね、この道中カッキーと夜の11時何分ですか。52分。12時前に、ね、出発するってミュージシャンらしいよ。あるあるですな。この時間ぐらいから元気じゃない。わかる。私だって11時から2時までがゴールデンタイムだから。私のそうなんだよね。そうなっちゃうよね。で逆にさ、なんかちょっと固めの仕事でさ、1週間ホテルでなんか朝飯とか食べてさ、そういう生活続けてるとさ、サイクルがね。そう、なんかその後が辛いんだよ。戻ってきてからの反動が。そう、やっぱ崩れてる方が安定みたいな。そうなんだよ。今日はね、私は元気に1本1曲納品完了してから来ましたから。よ、ストイックだね。ストイックでしょ。みんな多分ね、ぐちゃぐちゃですよ、最近。だってさ、なんかコロナでずっと我慢してきたらいきなり、OK、みたいな。あ、そういえばだってライブハウスも緩和されたもんね。そうだね。1曲のうち 25% 声出しって。パーセントって何？どういうことなんだ。私が考えたのは、MC を1曲として換算した時に、盛り上がってますか？イエーイを5秒として、考えると30秒に1回イエーイって言えるっていうことだよね。まあそういうことなの。パーセントの話って。30秒に1回盛り上がってるかどうか聞こうかな。それはそれでね、普通にパフォーマンス崩れてる。嫌なライブやわ。大丈夫、盛り上がってるよね。本当メンヘラライブ、強に盛り上がってるか聞いてくる。意外とみほちゃんのライブってさ、オラーってやっててもお客さんさ、ってなってるしさ、みんな元気言ってても、って言ってるしさ、どっちでもすごい寛容だよね。確かに、なんか親みたいな目線で応援してくださってる方も多い。なんか見ててすげえ思う、ね、なんか愛されてるな、すげえ思う。元のキャラがさ、全然オラオラじゃないもんね。オラオラでもないかな。なんだろう、不思議ちゃんでもないけど、天然味はあるよね。だからね、知識量が足りないだけだと思う。地頭はいいと思うよ。地頭は良くない。なんか記憶とか暗記とかは別に問題ない。あ、暗記は場所で覚えるタイプなんだ。視覚情報すごい強いタイプ。あの右上のあの図の下の3行目に書いてあった言葉だよな、あーよほらみたいな感じでいつもテストに挑んでたから、だから何も入ってない。今回の旅楽しくなりそうですね。楽しくなりそうですね、はい、青木先生迎えに行きます。あ、そうですね、そろそろ会えると思いますので、翔くんを迎えに、桃太郎の旅、レッツゴー。レッツゴー。桃太郎。翔くんをピックアップ。お仕事お疲れ様です。お仕事お疲れ様です。お疲れ様でした。終わったみたいな。これから打ち上げです。出発。今日はどうでしたか。今日はなんかいろんな曲やりましたよ。今日の一押し曲は。一押し。うん。クラウドディープパープル。おお。じゃあしっかりバンドする。いや。アコギ一本で。やめ。アコギ一本でやるやつじゃないやつだ。ガソリンを入れてコンビニに寄って岩手ゴー。中野がペイペイ 30% 還元。10月21日現在。知らなかった。
合流しよう。めっちゃ顔意味な。コンビニ。でも、まあでも 30% 結構でかいよね。だって1000円買っても300円買って、うん、700円で済むって結構。確かに。吉村さんが宮崎で、翔くんさ、コンビニでさ、ペイペイでタバコ買うとさ、20% 戻ってくんで、120円も戻ってくんだよって。めっちゃ言ってました。あタバコの120円もでかいですからね。吉村さん。那須高原に来ましたよ。ふんの匂いがします。ふんの匂いするね。動物のおいにいがいたしますわ。寒いから帽子をかぶってるんだけど。あ、何がある？え、これ気になる、これ。ゴキゴキホース。あ、デスクトップ看板もいいの。かわいい。おしゃれ服巻いちゃうけど。これちょっと後で言うの。あ、なんかお腹空いてきちゃった。え、あとあるじゃん。あれ、エビナのメロンパンって有名じゃなかった？その普通にラーメンとか食べたくなってきた。コッキーどこ行った？あ、これ欲しい。あ、燻製サバとか美味しそう。結構硬いのかな、これ。めっちゃ美味しそう。カッキーこれいる？カリッ。カッキーカリッキー。あんまりハマらなかった。ジュース買おうかな。ジュース。ヒワカメか。ヒワカメ永遠に食べちゃうんだよな。ミシバカメな。ミシバカメな。ダメだな。じゃあ車の音も買ってきます。ないですね。ここや？すげえ。モルク。ミルク。ミルクのモルク。スモッチ。これ美味しそう。これは絶対美味しいやつですね。それ何？スミコブラシ梅欲しい。ポッキーどこ行った？財布取りに行くって言ったっきり帰ってこなくない？いたよ。とりあえず食事を取ることにしました。かけそば、そば、ダイヤラの3枚のかけそば。面白い。いきます。別に面白くはないから。倍のかけそば。おお。冴えてますね。宮崎行ってからずっとそばが食いたかった。そばないの？ないけど絶対食べに行かないから。まあ、確かにラーメンか。食事はどうでした？宮崎美味しい。なんか基本鳥居だかな。そうだよね。まあ食事とな、何でも良さに。いや、それはある。水がいるとこはね、飲むっていうの食べても飲んで美味しい。おはようございます。なんとですね、私が寝ている間に気がつけば岩手県入りしておりまして。ちゃんと理由があるのよ。花巻温泉。え、花巻？あ、そっか、そこから説明しなきゃいけない。はい。ガソリンがって思って、うんうん、降りて、うん、花巻温泉行けんじゃない？え、すごい。ここなんかもう本島でもなく日帰り温泉の福岡の方であったのかな。こちらの方にお邪魔してちょっと温まっていきたいと思います。よいしょ、着きました。よろしくお願いします。とりあえずツイッターで結構発信していただいてるんですよね。はい、あ、めちゃくちゃ見てました。飛び込みでっていうのも、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
わー、物販と受付そこに置いて、すげー、これはいいよ、これはいいよ、すげー、今日のライブ会場古民家っていうよりもやっぱ文化財館だ、文化財、ここね一般の人も借りれるんだよ、撮影会とかで。あーなるほど、すごいですね、カッキーの地元、うん、いや岩手いいところいっぱいあるんでぜひ来てください。わっ、これあれだ、下見えるよ、東京タワーみたい、300キロぐらいある人は気をつけてきた方がいいです迷路だな、ラー裏側だ、だからイベントとしてはほんともったいないですね、フェスみたいなことも本当はできるみたいな。ああ。いいね。メインステージとかサブステージ。そうそうそう。もうスタジオじゃないけどマルシェみたいなのプラス音楽イベントみたいなのもいっぱいできた。手作りのなんか。すごい。あそこにピアノがあって。すごい。あ。企画外身長が。全然わかんない、今どこにいるか。書物。すげえ。つまだ。レミゼとかあるね。ね、すごい綺麗に2階に荷物を上げていきたいと思います。私は顔を作ることに成功いたしました。リハーサルが始まりました。はい、います、呼ばれました。ピアノがおちょっと大きい、多分網打ちさ、網打ちから実際にしようか、みんな座って聞くよね。あ、でも声は全然違くなった、すごい良くなりました。してくるかな、お願いします。それが終わって本番前にちょっと何か口に入れようということで、まきこさんのおすすめのご飯屋さんに行きました。本番前の楽屋に潜入してみたいと思います。お邪魔します。わーお、レカラー、何を食べてるんですか。親子丼。お二人は親子丼を、はい、今日のピアノの鈴木真希子さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、食べないと捨てが効けないので。いや、そうですね、この一つの電球を3人で囲んで本番までの時間を過ごしたいと思います。頑張るぞ。皆さん、はじめまして、こんにちは、キャナリと申します。どうも。乾杯。
正解。片手で本当すみません。ごめんなさい。片手で申し訳ないです。お疲れ様です。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったから、楽しかったのが一番じゃない？うん。本当に。おはようございます。仙台の朝が来ました。昨日岩手にいたんですけど、私だけちょっと先に前乗りして仙台の方にやってまいっておりまして、今から本日の会場であるバーテイクさんに向かいたいと思います。西村さんも合流して4人で集結してブルースアレイで行ったレストランキャラリーのタパス店ということでね、美味しい音楽を来ていただく皆さんに召し上がっていただけたらなというふうに、ちょっと荷物があるのでタクシーに乗ろうかどうか誘惑があったんですけど、ウォーミングアップも兼ねて歩きながら向かいたいなと思ってます。では会場にレッツレストランキャナリータパス仙台店終わりました。イエーイ。ライブが終わったということでですね、今日来てくださっていた仙台っ子たちに聞いた牛タンのお店に行って仙台をギリギリまで堪能して帰りたいと思います。楽しみー。さっき携帯の代わりに何持ってきたんですか。消えた。まず入った四角いし厚いし iPhone だと思うやんけ。なんで旅中に財布とか携帯とかどんどんなくなるんや。自分で自分のことが信じられんわ。うん、美味しいの食べれば元気やん。そうだね、美味しいもの食べましょう。着きました。入れるかな。ランチメニュー。ああ、そういうことか。これ多分ちょっとバランスが いや、いいよ、いいよ、いいよ、大丈夫。これ、でもこのまま行くの1、2、3、4、1、2、3、4だけど、ちょっとちっちゃう。あ、でも同じくらいか。同じっす。同じ。両切れずつ。これも、で、やっぱりこれ大きい方とか、これはもうなんか、いいっすか。あ、まあこれちょっと分けましょう。じゃん、いただきます。いい感じ。よし、私も食べよう。仙台を出発しまして、今第一よりどころ、国見。もうちょっとうまい。これがパーキングサービスエリアの上手な言い方選手権。いや、サービスエリアはサービスエリアよ。終了。道中、本日のライブの、演奏を確認しながら、はい、出発したいと思います。あの渋滞がね、そうね、ちょっと渋滞してる。時間がね、いい時間。今流したの？うん。
じゃあそうしましょう、はい、じゃあ行くぜ、ゴー花火ー、ほうれん草のおひたしみたいな立ち位置のやつ、花火ほうれん草のおひたしから動かしてる。やだー。私消してほしい。あんまり良くなかった。訂正してお詫びする？この度は、この度は花火の途中のカシャシャシャってしたやつを、ほうれん草のおひたしと例えたことを心よりお詫び申し上げます。花火がやってました、郡山付近で。花火大会だったんですかね。阿部崎くん足長い方でしょ、どうだろう、背伸びして通る。トスト今飛ぶ。この辺です。何の遊び？ちょい上かもしれない。けど、多分バランス的に足長いよ、ちょっと。ああ。すげえ。どうしたの？何やってんのか、俺たち。私も全然いけない。普通だったもん。1cm ぐらいのブーツかけられてる。はい、何これ。Thank you.